皆様、こんにちは。ひとり恐竜祭りです。映ってる？見えてる？ひとり恐竜祭りは、恐竜の絵を描く動画です。ただ描くだけじゃ、面白くないので、知っている恐竜全部描くことにしました。現在、学名のついている恐竜は、約830種類くらい。そのうち400種類くらいは描こうかなーって。って、描くんですけどね。それでは、あ行から順番に。トップバッターは、アーケオケラトプスです。どうぞ。頭部の輪郭は、化石の輪郭を見たまま描いていきます。アーケオケラトプスは、角有類なので、口先はオウムのようなくちばしです。下顎のラインは丸く、こう描いています。後頭部には、小さいフリルがあります。ほっぺたには、横に張り出した出っ張りがあります。小さいフリルと、ほっぺたの出っ張りが、真横から見た時にどのように見えるか。そこがアーケオケラトプスを描く時の難しいところ。眼窩は大きく、目は大きかったようですが、眼瞼骨という骨が、眼窩を横切っているので、眼瞼骨が屋根になることで彫りの深い奥目だったかもしれません。これは、側頭層、噛むための筋肉が通る穴。アーケオケラトプスの側頭層は、真横から見ると半円形です。側頭層の形は、恐竜の種類によって異なります。凹んだように、影として描くことで、その恐竜らしさが表現できます。恐竜は、頭骨の側面に2つの側頭層があります。こっちが下側頭層、こっちが上側頭層。上側頭層は、真横からは見えません。いかがだったでしょう。化石を見て描くコツは、単純な特徴をたくさん見つけること。本物の恐竜を見た人はいません。哀れな姿に描けても、気にしない？頭部が描けました。次回は全身を描くよ。